ドレンフィルターを掃除しました。6年目にして初めてです。はじめドレンフィルターがどこにあるかわからなかったんですが、ホロの下の狭い隙間に手を突っ込んでいろいろ触ってたらわかりました。糸くずポケットみたいな小さな囲がついていました。ホロと車体の隙間に入った水を排水するための設備です。細い葉っぱが何本か入っていました。とっても狭くて腕一本がやっと入る狭さです。運転席側と助手席側の2箇所あります。周辺も結構汚れていました。糸くずポケットのようなカゴの下にはスポンジが入っていました。こちらは結構汚れてました。5年分の汚れです。水洗いした後、洗剤で洗いました。再び手探りでセットしました。取説によると年に1回は掃除した方がいいみたいです。場所は座席の後ろの側面です。腕一本がギリギリ入ります。見えないので手探り状態です。ドアを開け、ホロは閉めて作業した方がいいなと思いました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ他の動画もご覧くださいね。